玉川市駅は、岡山県岡山市北区玉川市にある、西日本旅客鉄道津山線の駅である。校内相対式ホーム2面2線を有し、行き違い設備を有する地上駅。国鉄末期に防線化されたが、津山線高速化事業により一線スルーの交換駅として、交換設備が復活した。互いのホームは、校内踏切で連絡している。 標準メロディの接近放送も導入されている。岡山駅管理の無人駅。木造の古い駅舎があるが、駅事務室部分が取り壊され、待合室のみのおおよそ半分の大きさに改築されている。当初の雰囲気をうまく残している。駅舎と反対側のホームには、待合室がある。駅舎には、郵便ポストがある。 2018年の西日本豪雨後の部分復旧では、この駅が、岡山側の折り返し地点として使われた。1日の平均乗車人員は、以下の通りである。周辺はやや大きな集落であるが、県道27号線を走る宇野バスと競合する。同駅の発着本数が1から2時間に1本で、あるのに対し宇野バスの方は、毎時おむね4本と本数が、 はるかに多く、運賃もあまり変わらないことから、鉄道利用者は少ない。ありがとうございます。